ゴズファースクロスに刻まれた同じ場面。ビーザルとバーリ。ビーザルは北欧神話の神の一人。その名は森、あるいは広い場所を意味している。父はオーディン、母は巨人族のグリーズで彼女に与えられた強い靴を履いている。トールと同等の力を持つとされ、アース神族から非常に頼りにされていると言われているが、ビージと呼ばれる森で、 中場陰遁生活を送っている。コエッタの、ロキの抗論においては、エーギルの広まで開かれた園の席に、ロキが乱入してきた際、父に命じられるままに席を立ち、彼に黙々と酒を継いでいる。間もなく、ロキが神々と抗論を始めたが、ビーザルだけが、ロキからなじられなかった。ラグナロクにおいてはオーディンを飲み込むフェンディルを倒す、活躍を見せるが小説がある。コエッタの、 バフスルーズニルの言葉第53節や、スノーリノエッタ第一部、ギュルビタブラカシ51章では、強い靴で下顎を踏みつけ、上顎を掴んで引き裂いたとされている。また、コエッタの、巫女の予言では、剣を心臓に突き刺したとされている。彼の、強い靴は、人々が、自分の靴を作る際、千切り取ったつま先とかかとの部分の皮をつなぎ合わせて、 作ったもので鉄のように固く、そのおかげで、フェンリルの顎を踏みつけることができたという。オーディンとリンドの子バーリと共にラグナロクを生き残り、新しい世界を見守る神の一柱となる。なお、スノーリのエッダの死後法では、ビザールを表すケニングとして、無口のアース、鉄靴の所有者、フェンリル狼の敵で殺してなどを紹介している。語源的に、 インド神話の神ビシュヌと関連するという説もある。ビシュヌが世界を散歩で踏みつける神ならば、ビーザルは世界大の狼であるフェンリルの顎を踏みつけるというわけである。さらに、ビシュヌが世界を踏んだ理由は、神々の敵やすらの王マハーバリが天と地と地底を支配したため、神々に頼まれ、これを取り戻すためであった。つまりアバターらの一つ、バーマラの姿で、 三歩で歩いた面積の土地をくれるよう、マハーバリに求め、彼が了承すると、直ちに巨大化して、天と地を踏み、三歩目は、マハーバリの額に下ろした。これによってビシュヌは世界を、アスラから取り戻した。ビーザルもまた、ラグナロクという危機に際して、初めて世界に介入し、一歩を、狼の顎に下ろす。そして、悪の力が一時的に勝利した後に現れ、 世界の再建にあたるのである。ありがとうございます。